これはね、ティアーですね。ティアー。セイクリッドティアー。そう。女神の涙で炎は消えるんだよね。で、下の新聞もさ、頭文字を取ってとかっていうヒントが、石膏の胸像が飾られている。あれ？階段降りなかったっけ？これもね、完全にヒントだったんだね。問題。花の頭文字でティアーっていう単語が作れる。で、なおかつ、この思い出の本か。なるほど、なるほど。ティアだから、まずチューリップ、ティー。で、次、E は、ユリオプス・デイジーの、次が、アネモネで、で、最後に、R、ローダンセ。女神の涙。中に何かあるぞ。寝室の鍵を入手した。そんな熱そうなもの、よく持てるな。そうだよね、ずっと寝死んだんだもんな。今日もお友達と遊んできました。毎日とても楽しいです。もう私は一人じゃない。嬉しくなりました。お友達がいっぱいできたんだね。でも、なんだ、リリーのことはいいのかい？リリーがいるからもう寂しくないみたいなことしたけど、やっぱり寂しかったんじゃないかい？なんか音が聞こえるぞ。なんか音？聞こえますかね？喋ってんのかい、あんたが。ここからは声がしないな。ここ開いてたっけ？音はここから聞こえてくるみたいだな。はい、いらない。セーブは、当然、する。ハト。入りましょうか。いざ、鎌倉。閉じ込められたな。しれっと君。え、なんか、ニュロッツだ、今。塞いでいる。ああ、耳が、入れられている。ここは？ここにリリーがいるのか？いや、でもやっぱなんかこの子な、見た目的にやっぱ人形だよな。逃げて、バイオレット。バイオレット。え、じゃあやっぱこの子がバイオレットなのか？わからん、わからん。熊のぬいぐるみ。手足をちょん切るぞ、裏切り者。ああ、やっぱこう、人間の友達ができたから、もうぬいぐるみなんかいらねっ、つって。みんなもう存在忘れてしまったのか。いけない。僕たちを捨てた。ああ、なんかそうっぽいなーって、埃すげえ被ってんもんね。だってここ。連れて行って、あんなに愛されたの。はあ、そういうことだ。そして、やはり耳が。どうして、どうして。置いていかないで。セーブしますか。オッケー、セーブはいたしましょうか。これは逃げるのか、ちょっと待って。用意、スタート。部屋の外に逃げるぞ。ほい。そういう感じ？ぬいぐるみは道を塞いでいる。ナイフで刺しますか？ナイフで刺し殺しますか？現実が解けたか。うん。何だったんだ？刺し殺した、こいつが主だったのか？どこか満足そうに見える。満足かい？木馬が置いてある。満足そうに見える。睨まれているように感じる。満足そう。睨まれているのが、なんか満足そうにしてたり、してなかったり、ものによるね。満足そうか。そうかい。何だったんだ。鍵を開けた。ここ何だっけ、何の鍵だったっけ、寝室だったっけ。寝室っぽいね。手入れされている。この引き出し鍵がかかってるな。暗証番号が必要みたいだ。暗証番号4桁。いやーこれ4桁とまた限らねえんだろうな。ちょっと待って、なんか現状手持ちでなんかわかるか？調べてみるかい？バイオレットの部屋の鍵を入手した。この部屋はきっと両親の部屋なんだよね。娘の誕生日が鍵の番号。それはどういうことなんだ？リリーの声が聞こえる。毎日聞こえるの。遊んでって。私の名前を呼ぶの。あの子は話せないのに、話せるはずないのに、
怖い。どうしよう。怖いよ。助けて。やっぱりか。ずっと遊んでたのに人間の友達ができた瞬間、捨てられた。そう思った人形たちの反逆。反逆とは違うのかな？カラスが付き合ってる理由ってなんだろう？ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、リリー。バイバイ。バイバイ？で、屋根裏に押し込んだのか？喋らないように口にテープ貼って。入るのか？行くっきゃね。そうか。落ち着いていこう。やっぱ私逃げられてなかったんだ。はあ、なんだったんだ。で、よくよくやり直したら、なんだろうね。バイオレット、あの子のことを恨んでる人形と恨んでない子がいるんだよね。だから、その、さっきのバッドエンドだと、睨んでたぬいぐるみ人形がいたんだけど、それはバイオレットのことを思っている子たちだろうね、多分ね。さて、じゃあまあ、多分変わらないだろうし。あと、それとですね、ここの暗証番号を間違いまくったら、やっぱりカラスくんヒントくれますね。さて、じゃあこれでエンドは3つらしい。また1つあるはず。いくっきゃね。度胸だよ。今度は笑顔だ。そうか。今度は動かせる。雑多に物が置いてある。ん？何か落ちたぞ。ディア・リリー。絵を入手した。やっぱり、ヴァイオレットちゃんは、リリーのことは嫌いではない。高すぎる。なんかペカってるけど、そう。椅子に座れるんだよね。カットしてると思うけど、このカラスと二人本当に可愛いんだ。この主人公図。バットルの時は怖かったけどさ。なんか和解できる道はあると思うんだよね。花を取る。を入手した。この花は何だ？何の花だろう。白くてキラキラした花。ほう。
さて、2周目です。とは言っても、セーブのクリアデータ、セーブした後すぐここに、ロードできるので、そこからなんですけれども、いやー、すごい、バッドエンドでしたね。現状マルチバッドでしたね。あれ多分、リリーがヴァイオレットの体を乗っ取ったとかに近いのかな。まあ、そうとも限らないんだけど。さて、で、これで何が変わるのやら、ここから分岐っつってるけど、どうなんだろうね。まあ、とりあえず変わるところまではカットしようかな。あー、やっぱ増えてる。ダイヤモンドリリー。これ、あれだな。さっき乗っ取られる前に、ヴァイオレットの部屋の花瓶から取った花だよね、きっとね。あれだけハテナハテナで、そう、2周目になったら、あったんだよ、ライテムなのね。ヒガンバナカネリネ族、ダイヤモンドリリー。また、会う日を楽しみに。最近育て始めたけど、少し手入れが難しい。けど噂通り日に当たると輝いて見える綺麗な花を咲かせてくれた。そういえばヴァイオレットがあのお人形と同じ名前の花だと喜んでいた。何を間違えたのか今年はすべて枯らしてしまった。去年と同じように育ったはずなのに、私には合わないのかもしれない。この花は諦めよう。これで何かが変わる？また花を燃やす。ダイヤモンドリリーを燃やすのか。でもこれは一つしかないか。あ、ディアだ。E。A で、R。これで、髪飾りと寝室の鍵。それ髪飾りか。なんか嬉しそうだな。面白くない。これは変わらんか。一人じゃないんだって嬉しくなりました。面白くない。カラスはな、可愛らしいんだけどなんか味方じゃない気がしてきたぞ。で、ここでまた、これはどうなんだろう。人形たちの悪意に惑わされないように逃げればいいのか。もう一回捕まるか。まあどうにせよセーブはできるし、またカットかな。なんか今度は悲しそうな顔。もう喋ってくれないか。窓が開け放たれている。これをどうなるんだい。ハッピーならいいんだけど。you